Morning, 今日は女子大長谷川先生によります心臓が拡大していない方小さい心臓の患者さんの AF と予後ということについてお話をいただきますじゃあよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえっと今日の一本なんですけども、まあ、ジャックからで、まあ、AF の予後予測にスモールハートを追加すべきだということで、えー、それが今回の 抵抗メッセージになりますスモールハートの人も、えー、とカリオバスキュラの、えー、アウトカムがあの悪いということになります。えまずあの初めになんですけども心房細胞はあの皆さんご存知の通りですねあの脂肪もあの上がりますしストロークももちろんあの増えますし、えー、あとは心不全それから最近言われているのが えー、うつ病だとかあとはあの血流障害によって、えー、認知症も増えるというように言われています。で、まあ、いろんなメカニズムがあるんですけども例えば、まあ、認知症なんかはこういうハイポパーフュージョンといってアウトプットがあの弱いことによって、えー、認知症が起きるんではないかということが言われていまして、まあ、今回のスモールハートにつながっていくわけです。 これ死亡というか死因っていうのは主には何で亡くなっちゃうってことになりますかね、そうすると。そうですね、お、ま、そ、あ、らく心不全と、全あとはストロークが、まあ、主なものだとは思うんですけども。どっちもありますかね。はい、どっちもあると思います。分かりましたえと今回、2024年のジャックに載っているあのまあガイドラインのようなものなんですけども、エフのリスクをまあしっかり管理しましょうということで、 えー、今回あの提示させていたただきました、まあ、もちろん、チャズバスクとかでストロークリスクは、まあ、評価するんですけども、まあ他にもあのリスクをあのモリファイしましょうということで、例えば高血圧、心不全、あとは運動、タバコあとは、えー、オベシティやお酒、えー、サスなどですね、まあ、そういうのに介入しようというふうにあの言われております。 で、AF の構造評価もしっかりしましょうということで AF っていうのは大体、作、ま、法、あ、に注目されることが多いんですけども AF、まあ、が発症するとですね、えー、ストラクチャー的にもあの心臓というか、まあ心,房ですね、心房が大きくなって線、えー、維化していくとそれから、えー、と拡大していく。そして え電気的にもあのリモデリングしていて AF が回りやすくなると言われていて、主なあのモダリティとしてはエコーがあるんですけども、砂防系ですね、こういうふうに砂防のボリュームを測ったりだとか、心珠の血流を見たりだとか、あとはちょっとそんなに詳しくないんですけども、心臓の心房の,ですねあのストレインですね、硬さを見たりとか、そういったことに注目されていて。 であとは LV のフィリングプレッシャーを、ね、あの測るような、えー、ところもあの計測されると、あとは最近新しいのは、MRI でこういうふうに心房の線維化ですね、LGE を見たりというのが、まあ、最近あの、されていることかなと思いますが、まあ、これもほとんど心房に着目した視点であります。 基本的にはあれですよね、電気的なリモーティングで、心房が大きくなり始めて、はい、でそれで、まあ、便利拡大して、MR が出ちゃったりとかして、さらに容量負荷で心房が大きくなって、止まりにくくなっちゃうっていう理解でいいですかそうですね、それも一理ありますし、その心房自体も、まあ、いろんなメカニズムで多分、分あの足を引っ張り合って拡大していくっていうことだと思います。 はい、じゃあ、一番初めは心房細動ありきっていいですかね。まあ、ただですね、その心房筋が例えば、拡張障害とか、高血圧とかで傷んだところに、うん、そあのなおその発生しやすくなったりとか、うん、その心房細動が回りやすくなってしまうという環境が作られるっていうところもあると思いますうん、うん、なるほど、喫煙とか飲酒とかっていうのも、環境因子ではありますよね、はい、そうですね、まあ確かに。 そうですね、あのーまあ、お酒飲むと、やっぱり自律神経の,、うん、あのバランスで PSC が出やすくなるとか、まあ、そういうところはあるかなと思います、うん、やっぱりそれにしても、その心房の心房筋が傷んでるって素地があって初めて心房細動になりやすいっていう考えでいいですかうもう本当にに遺伝的に もう、その、コネキシンとかの結合が弱いか、どっちかかな。あなるほど、わかりました。はい、それでですね、砂防に注目されがちなんですけれども、少し話は変わって、そもそも心不全に来たしやすい人、どういう人かっていうと、まあ、皆さんご存知の通りなんですけれども、やはり LV が拡張してる人ですよね、あのリモデリングしてる人。 まあそれからこの論文はあのハイパートロフィー、LVH を見てるんですけども、どういう人がハートフェイラーを起こしやすいかっていうと、拡大してて LVH がある人が一番ハートフェイラーを起こしやすい。で次に、えー、LV はノーマルボリュームだけど LVH の人、そして LV がリモデリングしていて LV のマスはノーマルの人、LV にか大きければ大きいほど、そして分厚ければ分厚いほど、 えー、心不全の予後は悪いということは今まで分かっていることかと思いますただあのちっちゃいあの左質に注目してみると、まあ、実はちっちゃい左質がどんだけ悪いかっていうのは、まあ、あんまり検討されていなくてあの今回あのこういう論文につながるわけなんですけども LV はちっちゃいけれどもサボが多い人っていうのも入ってるってことですね、はい えとあそうですね、はい <laughs> はい、今回の論文はそうです、ね。で、まだあのバックグラウンドなんですけれども、これ例えば旅後ですね、旅後に、一応スモール LV を検討している論文もありまして、旅後にスモール LV とノーマル LV を比較してみると、スモール LV の方が、えっとまが死亡ですね、2年間の死亡は悪いということで、環境を調整しても、 えー、オールコーズモータリティと,、えー、と真剣鑑識っていうのは、スモール LV はノーマル LV よりも悪いということが分かっていて、えー、実はス,スモール LV も、あのーあのー、悪いんじゃないかっていうことがあの少し示唆されるような論文も、あのー、少しあります。これ、スモール LV っていうのは基本的には LVH が伴っているっていう理解でいいですか、はい これはなかなか難しいんですけども、<か> <laughs> まあ、LVH が伴っていればもちろんスモール LV になりますし、うん、LVH が伴っているかどうかっていうのを除外したりとかもするので、それで検討はしなくちゃいけないかなと思います。この患者さんたちは、うん、えっと、a s 後なので、基本的には多分 LVH はあるんですけども、うん、一応この論文では LVH を、その、 要するにアジャストさせても、うん、そのスモール ILV が悪かったっていうふうには確か書かれてました。じゃあ、やっぱりそのア,ウ、えー、とアウトプットが少ないと悪いっていうふうになりそうですかね。あそうですね、先生、おっしゃるとりです。ありました、はいでこ。またちょっと話は変わるんですけども、この慢性疲労症候群っていうあの病気があるみたいであの、私はちょっとあまり知らなかったんですけども。 あの慢性疲労症候群というのは、医学的に説明がつかない深刻な慢性疲労、努力後の倦怠感、ポッツという起立時の、まあ、頻んが起きる人、そして呼吸低下などというのがあの、そういう病気があるみたいなんですけど、これ原因ほとんど分かっていないんですけども、えー、2015年のこれちょっとアブストラクトでの申し訳ないんですけど、論文では、この慢性疲労症候群というのを調べてみると、LVEDD。 っていうのがあのコントロールに比べて40ミリ以下、まあ、未満の人が45%もいたっていうのとあとはそして火薬インデックスが2.2リットル以下未満なので、まあ、ローアウトプットの人ですよねローアウトプットの人が53%もいたコントロール8%ですけどもいたということで実はスモール LV がその頭の 流をやっぱりアウトプットが先生さっっっきおっしゃったようにアウトトプットが下がって頭のけん管流が悪くなってこういう慢性疲労症候群が起きているんじゃないかっていうようなあのこともこれですよね、あのー、書かれていてですね実はスモール LV 意外と注目されてもいいんじゃないかなっていうふうにあの多分必殺者たちは感じていたゃない定義に関しては DD が40 未満40未満ってことでいいですかそうですね、この,あのハートベッセルのアブストは、そうですね。なるほど。はい。で、まあ、もちろん AF なんですけども、AF はエイトレアルキックがあのなくなる、まあ、ほぼ消失しますので、インデックス、カリアックインデックスが落ちるわけですが、まあ、そうすると、スモールハートで AF になると、さらに新白質量が落ちるというところで、 まあ今回、その心房細動でかつスモールハートの人の予後っていうのを、中国のえ研究者たちが研究して、論文を作成したっていうのが、今回の論文になりますこれ、AF の時のエイトリアルキックの消失っていうのは、これはもう必ず起きますか、どんな AF であっても。 まあ基本的にはもうプルプル震えてる状態ですので、<laughs> はい、起きると思います。ちょっとは多分動いてると思うんですけど。<laughs> でまあ、今回の、えー、エイムですけども、まあ、ChinaAF ていうスタディで、多施設の前向きレジストリー、観察研究になります。で一つの目的は、スモール LV と、えー、心血管イベントとの関係。 そして、昨今言われているアブレーションが AF2E というふうに言われていますので、LV の大きさがカテータルアブレーションの有効性を変化させるかどうかを調べることを目的とされております。これ、フローチャートですけども、18歳以上の AF がインクルージョンされていて、2011年から2017年の9044人の患者さんがエコー をベースラインであの取っている人を、えー、まずインクルードしていて、で、まあ、何人かエクスクルージョンされた後に7764人のペーシェントを解析しています。で、今回の、えっと、スモールハート、ラージハートっていうのは、一応アメリカのエコーのガイドラインのカットオフを用いていて、 えー、男性の正常が42、女性の正常が37.8をカットオフとして、それより小っちゃければスモール LV、この範囲内だったらノーマル LV、それより大きければラージ LV というふうに、あのー、分けられています。で、フォローは6か月ごとの外来クリニック電話っていうところと、あとアウトカムは、心血管死虚血性の脳卒中、あとは側戦症、大出血イベントの複合エンドポイントとなっています。 あなんかシンプルだけど、すごくやりたいことが分かりやすい論文ですよね。そうですね、はいはい、でこちら、キャラクターなんですけど、これちょっと3群で、あの少し見づらいので、少しあの丁寧に説明していきますが、年齢は一応65歳で、一応 P バリューついてますけども、ほとんど63、4、5歳というところでした。あと男性が多くて えー、体重はちょっとやっぱスモール LV の方が67.8キロで優位差を持ってあの少ないと、ただ BMI は平均すると24.2なので、まあ、日本人のこうなんかイメージとしては結構、まあ、そこそこ普通の体格かなっていうところでした。あとはえっと血圧も優位差がついていて、121とスモール LV で少し小さいと、あとパーセント F は30%ぐらいいるので、まあ、全員がパフというわけではないということでした。 ハートフェイラーの起用は LV がラージの人が40%でかなり多くて、ただ、イスケミックストロークはスモール LV で多いという結果でしたで。患者の背景としては、スモール LV の人はハイパーテンション、あとはコロナリアアテリディジーズ、えー、あとは糖尿病に関して見ても、ラージ LV とかノーマル LV と比べてもあのそんなにあのいないということで。 まあすごいその背景がすごい悪いというわけでもなさそうでした。それから LA は38ミリなので、そんなに大きくなくて EF は65%、DD の平均は40ミリ、えー、あとはシストールの,あの平均は26ミリでした。 カテーテルアブレーション、おそらく登録してから行っている人たちが、えー、ノーマル LV で60%、スモール LV で60%、ラージ LV で36%となっております。えー、それからですね、まあ、OAC の割合はあの80%飲んでいて、まあ多分ラージ LV の人は多分コロナリーの病変とかもあるので、アンチプレイテッドがちょっと多くなっているというような感じ、背景です。なんかこれ、はい。 と一つ思うのは、やっぱり心臓が大きい人、射出にしろ、砂防にしろっていうのは、パーシステントが多いんだろう、あ多いなっていうのと、あ,ーあ,のあと、OS、C、はなぜかラージ LV の人少ないですね。これは何か理由ありますかねそうですね。これはちょっと分かんないんですけども、まあ、普通、チャズ1点以上だと、あのー、まあ、大体飲むとは思うんですが、 まあ、チャズゼロが多いのか、あとはコロナリアーティティジーズが、まあ、ちょっと他の人たちに比べて多いので、そのデュアルを嫌ってるのか、あとは2011年からのインクルージョンなので、ちょっとまだ甘いのか、まあ、どれかかなというふうには思いました。はい LV、スモール LV の人の患者の特徴をなんとなくこう思い浮かべていただくと、少し体重が低いけど、まあ、別に BMI は24と、血圧もちょっとだけ低いと、あと、ハイパーテンションは DMI は多くないけども、脳梗塞やハートフェーラーがまあ若干多いよっていうのと、あと、LV は小さいんですけども、えっと、こちらのパラメータの IVS、PW を見ていただくと、そんなに。 あの全部が全部肥大しているわけじゃないよというのがあの分かると思います。で早速、これが、えー、とプライマリーエンドポイントなんですけども、この黒があのノーマル、このオレンジ、ちょっと見づらいんですけど、オレンジがスモール、青がラ、えージ LV なんですけども、まあ、まず患者背景を合わせないで見てみると、まあ、ノーマルよりもスモール LV、ラ、えージ LV は悪そうで、 まあどっちかつとラージ LV の方が、あのー、複合イベントは多いかなというふうに見えます。2年後ぐらいからちょっと離れてきますかね、ラージとスモールはね。そうですね、二年、そうですね、おっしゃるとおりですね。5年間フォローですかね、これで、ここで見てみても、まあ、神経管心で結構あの差が広がってるのかなという印象で、脳側栓症と大出血に関しては、まあ、ピーチもそうですけども、 まあ、あんまり変わらないようなあのカプラン・マイヤーとなっています。ということは、スモールハートは、心血管脂肪でノーマルハートに比べて悪そうっていう感じでそうですね。はい。っしところです。で、えっと、背景をアジャストした結果がこちらになります。まあ、下に書いてある通り、年齢、性別とか心房細動のタイプとか、心不全、高血圧、コロナリアティディジェルとか、まあ、そういうのでもろもろ合わせてるんですけども。 まず複合エンドポイントで見てみると、スモール LV はノーマルに比べて1.66倍。あ、アジャストすると1.5倍で、まあ一応、ラージ LV よりもリスク高そうだぞっていうところで、ラージ LV は多分患者背景がちょっと悪い人だったので、さっきあの一番悪く見えたんですけども、背景合わせてみると、スモール LV の方が悪そうだと。あと CVDES に関しても、えーとまあ、2倍ぐらいですね、ノーマルの人より2倍ぐらい。 それから、えーまあ、脳梗塞とかの虚血系と、あとは差がついていなかったと。あとメジャーブリーディングもスモール LV で2倍というような、あのー、結果になりましたこれ、メジャーブリーディングはなんですかね、やっぱりちょっと過量になっちゃうんですかね、OAC が。そうですね、先生もディスカッションのすべてを <laughs> <laughs> 言ってくれてるんですけど、そういう。 そういうことですねあの。ディスカッションに書いてあったのは、ワーファリンを飲んでる人が結構、大出血を起こしてたみたいで、あの今回ちょっとサプリまでは読んでないんですけども、うん、でそうするとやっぱりちっちゃい人でワーファリンの調節が難しかったんじゃないかっていうのが一つディスカッションに書いてありました。でもあれですよね、スモールハートの人は特に体が小さいってわけでもないんですよね。そうですね、まあ、一応ははついては いるんですけども、うんうん、すごいちっちゃいわけではない、確かにでもノーマルに比べたらまあ4キロぐらいはということで。とねうん、なるほどね、わかりました。はい、身長は全然違わないんですよね。身長はそうですね、みんな 170cm です。で、こちらは、えっ、ー、と、まあその、ちょっと細かく見てみると、まあ綺麗な U カーブで、まあ、やっぱちっちゃいと、えと、ー、 心血管死などのイベントが増えて、えーまあ、大きくなるとまた増えていくというようなきれいな U カーブを示しております。えー、こちらは、えっとまあ男性、女性。こちらは男性、女性で比べてますが、まあ、女性の方が若干 LV が大きくなるとイベントが多いみたいですけども、まあ、きれいな U カーブ。それから、まあ、高齢。 あとまあ若年で比べてますけども、高、ま、齢、あの方があのイベントは多いということで、ただ65歳未満の人もスモールハードだとちょっとイベントは増えるというような結果でした。それから BMI で比べてますけども、まあ、やはり BMI が低い方がイベントが多いということが分かっていて、あとアブレーションも見てますが、アブレーションもすべての群において、 えーと、まあ、u 字カーブというところでした、うん、それからこちらですね、ハイパートロフィーがあるなしで見てますけども、まあ、もちろんある方がちょっとイベントは高そうに見えるんですが、LBH がなくても、こういうふうにしっかり u 字カーブになっているというところで、 スモールハート自体がやっぱ何か悪さをしているんじゃないかということが示唆されると思いますなんか全体的にはやっぱり大きい、はい、心臓が大きい人と同等かそれ以上にやっぱりリスクがありそうですよね。そうですね。はい。はい、そんな感じだと思います。で最後に2番目の目的でカテーテルアブレーションが、あのー、効くかどうか、まあ、要するに予後をそのよくするかどうかというところを、あのー、調べてますが。 まあ一応、ラージエル v に関しては結構カテドラブレーション全部良さそうで、スモールエル V に関しては一応,一応またいでいるんですけども、す、ま、べ、あ、ての群において、まあ、カテドラブレーションはまあ悪さはしてなさそうというところで、まあ、こちらに関しては N とかもあるので、まあ、参考程度だと思いますが、あのそういう結果になりました。これイススケミッククトロークだけ インタラクションがついてますね、はい、ラージュ LV の人が家庭テラブレーションで脳梗塞が少なくなりがちってことですね。はいはい、そうでですすねね面白いです、ねはいはい、ということで、今回のディスカッションですけども、AF 合併のスモール LV は、心血管死、脳卒中、大出血の複合イベントのリスク上昇に関し、えー、独立した予後因子であることを明らかにした初めての報告になります。 アブレーションは LV の大きさにかかわらずに、まあ、イベントを減少したと言っていいのかわからないですけど、減少したと書かれております。リミテーションは観察研究特有の問題、それまあ、バイアスですよね、あとは人種、それから今回は血行動態の評価はできていないというところで、えー、そちらがリミテーションになります。 コンクルージョンですけども、AF 合併スモール LV は、心血管子、側潜症、大出血の複合転機のリスク上昇と関連していました。AF のリスク創別化と管理に、解剖学的に重要な危険因子として、えー、スモール LV を同定することが、まあ、必要かもしれないと。ちょっとコンクルージョンには控えめに書いてありましたけど、えっとこちらのあのサマリーにはですね、あの スモール LV should not be neglected って書いて、スモール LV をリスク因子として怠るなっていうふうに書いてあります。以上です。はい、ありがとうございました。今日は中国の観察研究ですよね。そうです、ね、えっと、7000例ぐらいですかね。 はい、の患者さんで、スモール LV、ラージ LV とノーマル LV の、えー、と心房細動の天気を見たというストライア、スタディだったと思いますけれども、まあ、そもそもスモール LV、ラージ LV って、そんなにまず多くないんだなっていうのが、これからまあ分かりますよね。スモール LV っていうのは、つまりどういう,、まあ、なんていうか状態というか、病態なんですかね。 いやー難しいんですけど、まあ、LVH があればスモール LV にはなると思うんですよね。うん、<で>私も LVH は伴ってるわけでもない。はい、はいうん、だからまあそのもともと体格がちっちゃくて心臓がちっちゃくて、うんまあ、まだリモデリングしてない人なのかなぜかわからないけど心臓が こう大きくなれなれいリモデリングできない人なのかっていうとこじゃないかと思うんですけども、うんうん、そうですねアジャストしてちゃんとこうアウトプット出せるようなサイズに慣れてないということですよねまあでもそれってまあ介入方法がなかなか難しいかなと思うんですけど l v a g であればまあそれをまあ進行を止めるような、まあ、何かしらの処置 とか、なんですかね、ベータ遮断薬とかなんですかね、っていうことがあるのかもしれないですけども、あんまり、まあ、いるなって思ってましたけど、あんまり気にしたたことなかったですねそうですね、まあ、介入ってことまで考えるとまた難しいんですけども、<laughs> まあ、とりあえずスモール LV はなんか悪そうだぞっていうのは分かってくれば次のステップに。<laughs> いけるんじゃないかとはそうですね。これ、男性と女性は5ミリぐらい差はありますけれども、大体四十未満、うん、40以下ぐらい。そうですかね、はい。はい、うん。どうすればいいんですかねちなみに、この PV アイソレーションというか、まあえー、とカテーテルアブレーションで、えー、LV サイズはには変化はないですかそうですね。これは結局その 結構大きな観察研究、あ、LV、あ、最初のあれですよね。あ、じゃなくて、えっ、ー、と、はい、アブレーションすることによって、はい,はい。サイズっていうのはなかなか変わりにくいですかね。はいはい、なんていうか、あ<ー>、えー、そういうことですね。うん。えっ、あのーえー、と、AF を止めることによって、サボからサシスへの、まあ、なんていうか、流入量が増えたら、サボ、サシスの サイズもなんかこう少しノーマライズされるのかどうかっていうような、なんとなく漠然。ます、えー、とまずこの研究はあのー、すごい大規模のレジストリーなんで、うん、アブレーション5とかの比較はまず全然してないので、うん、まあ分からないんですけども、うん、一般的には、差、まあ、質が拡張してるような人は、うん、AF アブレーションしてパース、例えばパーシスで。 持続性心房細動で F アブレーションで、F、サイナス2次すると基本的にはたいちっちゃくなってるんですよね。だけどそのスモール LV の人はどうなってるのかっていうのはそこまで着目して見てなかったんで,そうです、ね、ちょっとどうなってるか確かに面白いですね。これ興味深いのはカテーテルアブレーションをしている人っていうのは、はい、ラージ LV の人で少し少なめってことはこれもやっぱり、はい。 あのー、長期持続型というか、慢性的な永続的な心房細動が多いからっていうこととなんですすかねありがとうございますこれは多分なんですけども、これ見ると、パーシステントテフの患者さんがやっぱ、ラージ LV で多くて、今だと結構、パーシスでも逆にやるかみたいな感じだと思うんですけど、2011年から2017年って背景を考えると、確かにそんなに手を出してないのかなと。そうですね 感じかなと思いますちなみに今、現場でパーシステント AIF に対する家庭テラブレーションって、どういうテンションでやってますあの、まあ、普通にあのいいことをしてると思ってやってるんですけど、うんまあ、インクルージョンとしては、うんまあ、この間のい、e、いケースブックもそうですけど、症状あるかなしかっていうのと、リスクがありそうかなしか、あとは患者さんのディシジョンメイキングっていうところで、うん、あのやってますね。 あの成功率とか再発率っていうのはどうですかえっとあ、このスタディでですかあいやいや、あの現場でいいです。あ現場ですね。はい、まあ一応、八十パフは7、80%で、パーシスは六十パーは60%ぐらいと言われてますけども、<laughs> まああとは、まあその完全に。 出るか出ないかではなくて、バーデンを減らせるか減らさないかっていう、多分そこら辺も、パーシスの人は重要だと思うんで、またあのちょっとその再発の定義っていうのもあのちょっと変わるんじゃないかと思います。そ,うですね、それってつまり、あの心房筋が傷んでると、もうそもそもがトリガーをのぞ取り除いたとしても、その心房で、えー、と発生してしまうっていう理解でいいですかねあ。そうですねパーシスの場合は なんかその心房の心房筋の,のダメージっていうのをリセットというかリカバーできるようなお薬だとかなんか方法論があるといいですよね。<laughs> そうですね。まあ多分 LV もそうだと思うんですけど1000以下までしちゃうとなかなか取り戻すのは大変なんで、ね、それをなんかアブレーションでそこを、うん、あのなくしてしまうっていうのがまあ果たしてどこまでいいのかっていうのが。 まあなんともリミテーションにはなってたんですけども。そう,ね、そうすると、パーシスタント F で、えー、と PV アイソレーションというか、まあ、カテテラブレーションの有効性が示せているのは、だいたい持続して5年ぐらいですか、10年ぐらいですかえと、まあ、基本的には、あ,のあんまり年数はあんまり。 こう論文としてあんま書かれてなくて、大体差ぼうけで切ってはいるんですけども、あとは実臨症ではまあ確かに5年とかするとちょっとなとか思ってしまうんです、そうするとやっぱり5年ぐらいそのずっとまあ高いバーデンで F は出てると、もう心房筋も繊維化したりするってことが多そうだっていう理解でいいですかね。あそううですねあのもう5年経ったらもう確実に あのもう、繊維化してますね。あ,あ,あ,あ、そうですか。なるほどね。渡辺先生からですね。P. V. I. 後の再発率とかは、射出サイズごとに異なったりしますか。なるほど。これは、まあ、この論文だともちろんわからないのと、うん、あとは。あの、多分過去の文献も、僕が知る限りだと、スモールハートに着目した再発率っていうのは。うん、あの、僕は知る限りはちょっと見たことはないので。 なるほどね。どうなんですかねいその想像してみるとどう,どうですかね想像してみると、トリガーは、あの、多分、サボ小っちゃく、多分、そうですね、ちっちゃいんで、トリガーは除けると思うんですけども、うん、まあ、一つ、あの、まあ、僕が言えるとしたら、あの、HCM の人の PVI の最後の、その、 えと再発出って結構普通の人よりも全然高くて高うんやっぱその拡張障害があってその常に砂防負荷がかかるような人っていうのはうんなんかちょっと普通の人と違った砂防のリンボデリングの形態をしてるので、うん、あのそれはあの間違いなく低いって言えるんですけどもあの、まあ、今回のスモールハートで例えば LVH がないスモールハートのパフっていうのはちょっと今。 答えを持ち合わせていないといなとううのがそうです,よ、ね、ま,すまあやっぱりその左質肥大なのかただ単に LV のボリュームが少ないのが問題なのかわかんないですけど HCM の人っていうのはこう遺伝というかそのなんていうかなえそもそも生まれつき左質だけじゃなくて砂防もちょっとダメージがある可能性っていうのはありますよね。 あそうですねあの遺伝そういうこともあの今、言われてきていて、うん、あの遺伝子によって、サボの筋肉が傷んでくっていうこともあの言われてますなるほどね、はい。ありがとうございました。ということで、今日は中国からの報告で、小さい心臓、左室ですね、特に、っていう方とおの AF の予後ということを、まあ、報告した、まあ、なんていうか、このくらい大規模だと、ほぼ初めてなんですかね。 はいトライアルで、えーまあ、心臓は大きいのは、我々はよく見るし、非常に予後は悪そうだなと思うわけですが、小さい心臓っていうのも、やはりアウトプットが少ないということも関係していて、なかなかあ心房細動の予くも悪そうだということで、まあ、心房細動に限らず、もしかしたら、まあ、あの予後も悪いっていうことがあるのかもしれませんが。 えっと、白谷先生からですね、スモール LV の人って、スープラノーマル EF の人たちを見てるんですかなるほど。すごく EF が良すぎるのか、うん、そう、そういうことですね。あ、EF はあいや、そうでもない。ノーマルハートとそんなに変わんないですね、EF 自体はね。そうですね。あのー、まあ、ただ、心房細動になると、うん、そのスモールハートの人って、 やっぱハイパーカイネティックに、あのー、なるみたいですね。うんまあそうですか。要するに、えっと、ストロークボリュームが少ないので<あん> <laughs> アウトプットを稼ぐためにハイパーカイネティックにな,んかなると言われてるみたいです。なるほどね。カテテテラブレーションの有効性については脳卒中以外と大出血以外は、えー、っとやっぱりカテテラブレーションした方がいい ということなのかないやこれ、脳梗塞以外ですね。脳梗塞、そうですね。脳梗塞以外は、まあ、そのアブレーションの有効性に関しては、まあ、差はないということでいいですかね。今回の観察研究では。ではということですね。すはい、はい。ありがとうございました。ということで、えー、と今日は中国からの非常に貴重なあの観察研究で、スモールハートにも 注意しましょうというメッセージだったと思います。ということで今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。